皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて、ね、前回とりあえず組んでみた、このボスコンほぼオンリーボードということでね、パーサブだけはね、しょうがないということでですね、歪み、モジュレーション、空間系、そして歪みに、ちょっと補正で、そのままの歪みの音じゃなくて、イコライザーちょっとかけてみようということで、パッチケーブルの関係もあって、4台置けるということでやったんですけどもね、ちょっとパッチが余ってしまいつつも、でもフロントラインには4台入れられないということもあってですね、この構成なんですが、でもやっぱりこのパッチもね、ちょっと使いたいなということで、一つこのチューナーもありかなと思ったんですけども、これだと1個繋いで、おしまいで、これが余っちゃうので、もったいないなということでですね、ちょっと3秒ぐらい考えてですね、じゃじゃん。やっぱね、インプットとアウトプットやっぱりね、エフェボーなので、ボードなのでね、綺麗にまとめようということでですね、こいつを入れてみたいと思います。で、それでですね、ちょっとやっぱ位置がね、非常に難しいので、どうするかっていうことなんですけれども、まずこいつを外して、案としてはですね、こいつを全部どけると。それで、これぐらいと。ちょうどいいかな。まずこれですね。厳しいかな。ビリチョンで厳しいですね。それから、AC アダプターのいいんですね。これですね。いい感じですね。で、EBS のね、フラット、DC ケーブルね、今回も使っていきますけれども。いやー、厳しい。入んねー。そうするとですね。で、工作としてはここにこうね、インプットとアウトプットをまとめたらどうかなと思ってるんですけど。そうすると、やっぱりこれですね。こいつがですね、これちょっとテクニックですけど、できるかな。